えー、世田谷ナンバーになりそうなの。もう決まったんですか、あれって。え、東京全部がってことじゃないんでしょ全部がじゃないです、その。近辺。近辺が。そうそうそう。え、でも、別に世田谷区の人は世田谷ナンバーでいいんだろ。え、嫌だって言ってる人もいますよ。でもさ、ね、今までなに、世田谷に住んでるけど、他のにできたってことなの。品川です、多分。世田谷は。谷はあ、そうなんだ。 品川ナンバーです、ね。こっち側なんだ、そっちに入るんだ。今、東京は品川<ー>練馬足立八王子多摩ですよね。ああ、言われてみればそうか、そんだけか。そんだけで、多分成り立っている。え、でもさ、世田谷の人やっぱ練馬には取り込まれたくないんだろう、多分。そりゃそうでしょうね。<laughs> なんか練馬ナンバーって馬鹿にされがちだよね。ただ、<laughs> 練馬も馬鹿にされますけど。はあ 足立の方がもっとバカにされますよ足立 <laughs> バカにするっていうか警戒するわ <laughs> <laughs> ちょっと車間距離取るわでいやいや怖えじゃんまあまあね八王子ナンバーもちょっと怖えイメージあるんだよな玉は玉はそうでもねえか俺向こう住んでる時玉だったからなあ<ー>ナンバー,ーそっか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 、うん、いやなんかだから品川練馬 あで新しく世田谷を作ろうっていうこと,うことで多分世田谷広いからねいやーでもなんかどうでもいいなこのニュースって思って見てたんですよでなんだその世田谷ナンバーの世田谷っていうステータスはあんのあ世田谷ブランドみたいのを作りたいみたいなのが。 ああそういうことねで世田谷ってまあ高級住宅街とかも言ってもねあるじゃないですか、ね、まあそのブランドイメージとしての世田谷は高いよそうそうまあ少なくとも練馬足立よりは全然高いですあるあでも私世田谷ナンバーと練馬ナンバーだったら練馬ナンバーの方がいいですなんで近いから えなんか世田谷ナンバーって嫌だなと思って<ー>近いからとかじゃなくてうう東京イコール品川練馬みたいなまあまあイメージとしてはそ,れだしそうそうそうイメージがあってまあ安達はちょっと省かれちゃうんですけど <laughs> 私の中でも品川ナンバーが一番東京っていう感じはするわ品川ナンバーは憧れナンバーですね ってみんな言うけどなだからやっぱり世田谷ナンバーになるってなった時に、うん、今品川ナンバーで嬉しい人たちは嫌だと思うんですよなるほどねステータスだから品川ナンバーってやっぱりだから別に本当どうでもいい話なんだけどうん、うん、私は「世田谷ナンバーなんて作んなくていいんじゃないの?」っていう派ですあーなくてもいい,いう、うん、今まで通りああなるほどなー 俺が住んでるとこ考えると練馬に入っちゃうんだろうな。そうですね。まあ、杉並区も練馬。ああ、そういう感じか。だし、うんうん、結構だから少ないから幅は広いですよね。うんうん、練馬もどこまでが練馬かちょっとわかんないですけど、どっから品川になって。<laughs> 練馬も結構広いからね。うん、まあ<う>ただまあ全体的に言えるのはまあ確かに練馬埼玉側ってことだよな。そうですね。 っあっちの、まあ、海側の神奈川方面が品川だよな、うん、でちょっと千葉寄りの方が足立って感じになるのかなもういいんじゃんその3つでっていうとお前は唱えてるわけだ,、はい、だからそういうところで世田谷ブランド推ししなくていいんじゃないって思ってっていうことを言いたいわけです,いいけです別にいいや世田谷ナンバーと思ってあ俺もまあ三茶に住んでた時は世田谷住所になってたけど、はい、そんなになんか 世田谷ブランドっていう感じないんだけどねいやだって三茶とかだって超庶民的だしいやそう実際そうだよ下町だからねそうそうなんか世田谷全部高級とか思う人知らない人は多分あれだろう,そうあっちの下の方の世田谷を考えてるんだろあの自由が丘とか自由が丘とか洋画<が>。そうそうそうあっちだよな東急、うん、東,東横の方だよなそう東京東横の方目黒方面の方とかないや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 って いやいや、全然、もっと田舎めちゃくちゃあるよ。そう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 っていうことですよ。なあ。そう。そうだよ。だから、別にいいんじゃねって。うん、<laughs> 作んなくてもって思うっていうね。どうでもいい話ですよ。<laughs> <laughs> <laughs> 本当どうでもいい。いやだからそれがニュースになることがどうでもいいんですよ。うん、それ自体もな。そう。 <で><や> NHK でややっってて NH K でやって NHK ででたのわざわざそうで最終的にそのなんだ世田谷に住んでる人に「うん、世田谷ナンバーってどう思いますか?」って,イン,てインタビューして「どっちでもいい」っていう人と「うん、あいいじゃないですか世田谷ナンバー」っていう人と「いや品川ナンバーじゃなきゃ嫌だな」とか「だって昔世田谷村だったんだよ」っていう人とかがいたりとかしてて最終的にキャスターの人が「うんうん いろいろな意見があります出たさてとかもう次のそ,そいつも興味ないじゃんだから興味ないじゃんと誰もが興味ねえじゃんいろいろな意見がありますねもう,もう全部終わらせろ。世田谷に住んでる人しか興味ないだろう多分そうですねなそれは世田谷内で勝手に解決してくれてんそうそうだからまあどうでもいいんですよ私としては <laughs> 結論でちったな <laughs> いやなんかでもそのニュースキャスターの話を一番したかった <laughs> その締め方がそういろいろな意見がありますさてつって次に行く <laughs> NHK のニュースキャスターってそのでもあれだよな文言使えるよななんかいろいろ揉めてる時にいろいろな意見があるんだなみたいなことを言うとさ「<laughs> <laughs> こいつ何も言ってねえの <laughs> <の> <laughs> 何もも言わねえつこいつ <laughs> 絶対関心なないい興味がないと思ってでもねいや確かにねその使えるのよなんかまあツイッターとかやっててもそうかもしんねいけどさク、まあ、ってかかってこられるパターンがあるそういう時はあるあるそういう時は公開していいんだよなるほどそういう意見もあるのか <laughs> <laughs> 否定も賛成もしないっていうね。 次から使ったらそういうことじゃん。<laughs> 次から使ったらみんなああ朝顔さんはそうかみたいな。なん <laughs> も持ちだ。ここに使ったここに使ったってな。<laughs> うざいと思ってんだな。ってう <laughs> <laughs> 議論するつもりだね。いやだわ私もじゃあそれ使えないじゃん。<laughs> いいやいやそこの放送を聞いちゃった人はそう思うかもしんねえけど、うん、知らなきゃまあねなんか <laughs> 理解がある感じに思われんじゃん私もでも使いますよまあ,あいろんな意見がありますよねって言って、うん、それがだからいいんだよ一番いいんだよだって本当にそうなんだもん <laughs> そう実際そうだからいいんだよ多分。うそういう意見もあるんだななるほど だからなんかそのやっぱり自分が思ってることを言ったらそれに対しての反対意見って発生するから <laughs> あそうそうだよそれはそうだで私はそれが面倒くさくなっちゃうタイプなんですよ、ね、かるよだから「いろんな意見がありますよね」で終わらせるあとねもう一個いいキーワードとしてはね「参考になります」<laughs> 絶対参考にするつもりないんだけどないよだってだなるほど参考になります <laughs> 参考になるわけねえじゃん。自分の反対意見言ってくんだから。なんでこいつで反対。なんでこいつ反論してんだって思いながら言ってんだから参考になるわけないよね。うわ,うわ、黒い。お腹真っ黒。<laughs> まあ私もだけど <laughs> い。いや、自分がそんな目で見てから、そういう風うに返すやつを見ると <laughs>。 そう思っちゃうのよ。あこいつ俺と一緒だって。うん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 。絶対こいつ参考にしてねえぞって。参考にもしてないし、なんかその、そういう意見もあるんですねとも思ってない思ってないよ。だって自分の意見あるんだもん。ただ議論したくないだけなんですよそうそう、めんどくさいから。 でもさあそういうのが来るとや,やっぱ正直イラッとくるわけじゃんで、ね、そこでやり込めようって思っちゃうこともあるわけじゃん、うん、でも何も生まないからなそうだから,っら、まあ、ほっとくんだって、うん、あと私が一番嫌だったのはなんか何も知らないやつに知ったふりで言われた時にもうそいつの「 私これ性格めっちゃ悪いんですけど、うん、リツイートしてコメント付きでああそれなそれはまあ,あの有名人とかもよくやるよなそう見せびらかしじゃないけどああのネガティブな方でのリツイートだなそうネガティブな方のリツイートは一回したことあります、うん、俺されたことあるなへえ<ー>っていうか相手が勝手に勘違いしてただけなんだけどさあ勘違いってよくないですよね、うん、それで、まあ、結局その誤解は解けたんだけどさ低姿勢で 望んだけど内心はバカじゃねえのこいつとは思ってたさら <laughs> <laughs> してやったよみたいな、うん、頭木さんに俺とギャッターにまとめ知ったからねそこも含めて <laughs> いやだからお前が勘違いしたんだよっていうことを記録するためにその流れをさいやだ結局その前後を読まねえから勘違いするのれもなかなか性格が悪いんだよ <laughs> <laughs> <ー>私もそれやりたいな <laughs> ちゃんとそのポンとデコレーションしてな <laughs> 何か勘違いされてるようですが、みたいなね。突然そいつが割って入ってきたら、もうそこだけすげえ青のでっかい字とかにしたちゃんとやり込めて。やり込めた。で、その、トゥゲッターの PV とかを見るのが楽しいんだ。ああ、見られてる見られてる。2000ぐらいいったか、みたいな。<laughs> <laughs> そうタンブラーに流したりしてね。<laughs> そっからさらに引用してタンブラーに流したりする、ね。 そこまではしないわ、めっちゃ。<laughs> <laughs> 俺自分の中でも相当腹立ってたんだなと思ってまあそういうことですよね、うん、怒りをそいつにぶつけるんじゃなくてなわかる<ー>なんかでも本当に本当トイラッとしたからやっぱリツイートしたしネガティブリツイートしたし、うん、そしたら助けてくれた人がいてな言ってもほらお前そこそこフォロワーがいるわけじゃんはい よなちょっとなそう, <laughs> そういう言い方よくないと思いますって他の人が言ってくれてそれでもさ相手のあれも見るじゃん、うん、要はさ相手のプロフィールとか見てすげえしっかりした人とかなんか1万人ぐらいフォロワーがいたりすると勝てねえなってまず思っちゃうわけじゃんそうそうそう 全然そんな感じなさそうだなと思ったらさもうその悪い意味でリツイートとかしちゃうわけじゃん <laughs> 何言ってんだこいつってでもなんか私フォロワーとかは気にしてなかったですよそのやった時はでもなあほらそんだけ人数いりゃ仲間,仲間っつうかその見方がい。そう味方はいっぱいいると思うけどこういうやついいんだぜっていうのはみやっぱ見せたかったのかもなんかでも本当に自分の中でもう本当にお前に言われたくないっていう思いが強くなっちゃって <あー S 2> まだな なんかねでもまあよっぽどひどい時は無視が一番いいけどなそう何回かあるけどねだからこれは返事したら俺の負けだっていうなうん今までずっと返事したら負けだと思ってたんですけどその時ばかりはもうもう耐えきれなかったんだ耐えきれなくてリツイートしてやっちゃってそしてもう最終的にフォロー外してっていうああもとフォローのあれだったんだそうですへえ知り合いうんその ツイッター上だけでとりあえずつながってる。そうですあ、じゃあ分かんねえわな。うん。なんかもう本当本当もう嫌だって思って。うん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 。なんか突っかかっていくんですよいろいろ突っかかってきたりとか。でも、ね、それそんだけくるのはなんかな、なんかよっぽどお前のこと知ってなきゃ無理だと思うんだけどな。そうなんですよ。ウォッチしてたんかなずっと。だから一時期その人の、うん、あのタイムライン見たら私宛てにしかない。 俺ななんんかちょっと心当たりあるような気がすな俺もブロックした記憶が <laughs> <laughs> 俺の記憶だとあの池袋なう経由だの感じの人だ多分そうだと思いますよでもブロックはまだしてないと思います俺にもなんか来たんだよな,なんかしたらあれかなと思ってうん、うん、ブロックはまだしてないですフォロール外しただけなんですけどいまだにやっぱ来るんですよちょいちょいえー えなその応援してます的なやつ？応援してますはもうないです。あもうなに悪い方で来るの？悪い方でも来ないです。ただなおはようみたいな。もう来るし、あとまた仕事辞めたのって言われたりとか。<laughs> <laughs> お前に関係ないと思ってそれ,それはそう思うわ、うん、<laughs> 俺でも思うわ、うん、だから思うだからそれでも前の話だもんなそうしかもそうだし今の仕事続いてるもんな朝川さんとか知り合いに「また辞めたの?」って言われるのと<ー>全然知らない人に,いつにそれムカつくのそうもうふざけんなよと何知ってんだよって思って <laughs> それでもあれかやっぱ池袋なので辞めたみたいな話しちゃってるからかな <laughs> まあでもそれをねネタにしてる私がいますからそれはそうなんだけどさそ<う>でもお前に言われる筋合いはねえよそうそうそう,そう,う本当そうだからそういうのさ来た時ってさその人がさ、まあ、ギャグで言ってるんかもしんねえじゃんいじるみたいなでもその知ってるやつだったら俺は冗談と受け取れるけどうん、うん、知らないやつから言われたら喧嘩売られてんのかなって思うのだって俺とお前はそういう距離じゃないじゃんっていうねそう だから、お腹をずさんに。わ <laughs> かるわかる。すげえわかる。<laughs> 俺も腹立ってきてる。<laughs> <う>いるわ、そういうやつ。そう、なんかだから何、なんだよって。そう、何知ってんだよって。俺とお前の間、そんな距離短かったかっていうやついるよな。<laughs> そうそう相当今のでまた開いたわ、みたいな感じの。<laughs> あるな、あるある。<laughs> あるんですよ。それがもうね、いやむかついて。<ー>だから、そうなんです。 一時期ほんとタイムラインがもう青なんですよ私宛てだからそ,なあそいつも悪意がないんかもしんないけどさいや悪はないと思いますちょっとでもその親しき中にも礼儀ありって言うじゃない,いな親しかないんですけどねまずそうで親し, <laughs> 親しくないんだからもっと礼儀を <laughs> そうそうそうなあ親しくないんだからもっと礼儀を <laughs> 本当になんか私も確かに甘っちょろい考え方ですよ 朝川さんと音楽活動もしたいって思って、でもそれは別に、あの、CD デビューしたいとか、そういう思いではないと。はいはい、私がただ単に楽しみたいから。<laughs> でも他人から説教される覚えはねえわな。そう。やりたいって言ったら、<laughs> なんかそんなんじゃ、上にはいけないな、みたいな言われ方をされて、なん <laughs> なんだよと思って、なんだこいつはと思って。面白いな。イライラさせる天才だな。<laughs> もうね、ほんとそれも腹立って、まあに、2>, 2回ですね。 ネガティブにツイートしたの <laughs> <laughs> 面白いなハハ言いましたよこうやって笑いに変えられるからいいですけどまあ、ね、当時はもうイラッとして耐えられなかったっていうそ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 うあるようなありますよそんなことありますよまあそれはほら しんない人がねなんかで検索してくる時もあるんだよねそうなんですよねそれが厄介なのよあお前何どこでその俺の発言拾ったのってうさうんそうそうな全然知らないのにっい怖ってなりますよねどっからと思ってうそうでもすごいこの間びっくりしたこれは喜びの方でしすよ嬉しかったのは 池袋なお過去文遡って全部聞きましたって言ってくれた方がいてあ,、ね、あるあるいまだにそ,のそ<う> YouTube のあれ全部聞きましたよってのあるねありますみたいなもうありがとうございますって思ってそういうツイートってすごい嬉しくてんうん、うん、元気出るしそうそうなんかだから本当ね そうだなツイッターの使い方とか難しいですね <laughs> そういう話につながる <laughs> あれなんだっけ何の話してたんだえっと世田谷ナンバーおそれで思い出したわ俺サンチャに住んでる頃さ、はい、世田谷区のボット作ってたのよツイッターのー放置しっぱなしだったわ <laughs> どうなってんだろうなあ いや,あのいやだから勝手にニュースを拾ってきて世田谷の<ー>世田谷のキーワードでニュースフィード拾わせてだから今でも世田谷のニュースを配信してるはずなんだけど <laughs> えじゃあ今世田谷ナンバーの話題 <laughs> 拾ってる可能性るかもしれない。